どうも、石尾です。今日この4台でね、ベンチマークをちょっと回していきます。扱うベンチマークはね、Geek4 ベンチと Antutu、あと 3D マークね。で、この機種はね、左から Nexus6P、Zenfone3、これがね、Nova Lite、この一番右が Nova ね。とりあえずね、最初はギークベンチ4を走らせてます。このベンチマークはね、普段は使わないんだけど、シングルコアとマルチコアのね、数値を測れるんでね、普通のベンチマークとは違う角度で分析できて面白いです。さて、こちらのね、左端の Nexus6P の数字が出ましたね。1314
の3609がネクサス P です。ネクサス 6P ですね。でこのこれはね ASUS の Zenfone 3ですけどね、シングルコアで841、マルチコアで4034と、なんていうのかな、マルチコアの効率がいいんでしょうね。こっちのほら Nexus 6P と比べるとシングルコアでは遅いのに、マルチコアのトータルではね速くなってるから、出たんです。はあれ、ノバライト。ノバライトはね、シングルで787、マルチコアの時に3251だね。結構シングルコアのね数値は結構このゼンフォン3に近い感じだけど、まあマルチでちょっと負けてるっていう感じですね。これはね、ファーウェイ、ノバね。ノバが838-3076。なんか電話番号みたいな。うん、だから結局まあなんだろう。あれ、シングルコアでは、なんだろう、ノバライトより早いんだよね。でも、マルチコアのトータルで、ノバライトの方がパフォーマンスが高くなってるね。面白いね。次はね、アンツツを増していきます。
さ、出ましたね。やっぱり、あれだね、ネクサス 6P はね、8024。早いよね、やっぱり。その次が、あれだな、これだ、ロバだ。ロバがね、63,521 だね。全本3が63,360。つまり全本3よりアンツツだとノバの方が早いわけだ。そしてノバライトが54,024だね。これも結構早いよね。値段が2万円そこそこだと思ったらすごい早いよね。じゃあ次はね、 3D マークを回していきます。うん、おや、あ、オッケーオッケー。じゃあ行きます。あ、しまった。
よし、来た。やっぱり、ね、一番早いのはネクサス 6P の1340だね。で、その次はこの前方3の466で、その次のこのノバの462で、このノバライトも395だね。やっぱりあれだね、ちょっとノバライト 3D はあんまり強くないよね。チャンネル、チャンネル、チャンネル登録、チャンネル、チャンネル、チャンネル登録、チャンネル登録。